僕が NBA を見始めた頃はニックスって強かったんですよ。懐かしいなぁ。ちょうど今年で20周年ということなんで、今日は99年のニックスについて2つの動画に分けて語りたいと思います。リクト AF。こんにちは、リクトです。98年99年シーズンはニックスにとっては魔法のような1年間でした。同時に客観的に見て NBA にとっては不思議なシーズンでもありました。というのは、普通やったら98年の10月か11月にシーズンが始まるはずが、ロックアウトがありまして、まあ要するにサラリーキャップのルールっていうのは、チームのオーナーたちと選手たちの間で何年かに1回交渉しながら作るんですけど、その年はなかなか合意できなくて2月までシーズンを始めることができなかったんです。当然オールスターウィーケンドもなく、90日間の間それぞれのチームが50試合ずつするという、時には3日間連続で試合があったりと、まあパンパンなスケジュールが作られたんです。シーズンが短いと何が普段と違うのか、一番大きい影響はチームの本間の強さがわからないままシーズンが終わってしまう。弱いチームがたまたま調子良くてプレーオフに出たり、強いチームが本調子になるまでに時間かかって下手したらプレーオフに出れなかったりっていう可能性が高まるということです。さらにこのシーズンはジョーダンが引退して、ピッペンもロケッツに移籍し、ロッドマンもリリースされたので、3連覇したブルーズが解散した東では、俺たちも今年やったら優勝できるかもって希望を持てるチームがいつもより多かったんです。その中でもうちのニューヨークニックスは特に優勝候補として期待されてたチームでした。90年代のニックス言うたら、ユーイング、オークレ、メイソンはじめ、タフでディフェンスが硬いおっかないチームっていうイメージがあり、87年から毎年プレーオフに出場した上に、94年は決勝のゲーム7まで進みました。しかしいつも惜しいところまでは行くけど優勝ができなかったニックスは、年も取ってきたっていうのもありまして、98年のオフシーズンに思い切って2つのメジャーなトレードをしたんです。まずは今の NBA では存在しないタイプの選手、おっかなさとタフネスのキャプテン、ディフェンスのセンス抜群でチーム全員のボディーガードをやってたチャールズ・オークレーを、前のシーズンプロ2年目にしてリーグでトップショットブロッカー 3.7 ブロックアベレージしたマーカス・キャンビーとトレードしました。キャンビーはどんなシュートでもブロックできる腕の長さ、反射神経、そしてジャンプ力がある上に、細いのにリバウンドを取りまくれる選手でした。今ニックスによるミッチェル・ロビンソンとちょっと似てるので、キャンビーみたいな選手になれるんちゃうかなと僕は期待してます。ミッチ自身はもっと上を目指してるようですけどね、6ブロックアベレージしたいって言ってたんで、ビル・ラッセルか。そしてもう一つのトレードでは90年代の JR スミス、エキサイティングさで言うたら1日も休まなかったジョン・スタークスはテリー・カミングスとクリス・ミルズと共にウォリアーズに放出され、次のジョーダンとまで言われたことがあり、当時スリータイムオールスターやったラトレル・スプリーウェルを獲得。今でいうラスのような爆発力があった選手です。ただスプリーは大きな爆弾を抱えてたんですね。たった1年前にウォリアーズの練習中、仲が悪かった監督の PJ カーレシモにパスが緩いって指摘され、スプリーは切れてカーレシモの首を絞めたんです。しかも絞めた後に1回コートを去り、頭を冷やすためにシャワーを浴びて、私服に着替えてからまたコートに戻って、今度はカーレシモをぶん殴ったんです。当然ですけど当時は史上最悪の68試合の停止処分を受けました。素質を疑う人はいなかったんですけど、かなりのワイルドカードやったんですね。トレードされたオークレーは10年間、スタークスも8年間、ニックスのファンフェイボリットとして活躍してて、ザ・90年代のニックスっていうほど青とオレンジに全てをかけてた男たちやったので、この2人がトレードされた時はショックな人が多かったです。しかしニックスの大黒柱、ホールオブフェイムセンターのパトリック・ユーイングももう36歳で、今若さを加えなかったら手遅れになってしまう恐れがあったニックスにとっては取らないといけないリスクやったんです。じゃあどんなチームやったのか、スプリーとキャンビー以外の残りのロスターを見てみると、まずはオフェンスの鬼アラン・ヒューストン、少しブラッドリー・ビールっぽいですね。シュートストロークがなんて言うんでしょうか、高級なチョコレートみたいに甘くて滑らか、シンプルなワンドリかツードリからのジャンパーがもう、God damn you, that shit's smooth, bro! That shit's smooth like 箱根に茶碗蒸し, bro! ってなるほどエグいけど品があって謙虚なガード。ちなみに、誰も聞いてないけど、僕の一番好きな選手です。
歴史上で。次にラリー・ジョンソン、LJ、ね、グランマーマー、怪我のせいで2度オールスターとして選ばれたシャーロット時代ほどの瞬発力はなくなってたものの、ドレーモンに似た分厚い体を使って渋いポストプレーと、当時ビッグマンとしては珍しかったスリーポインターも打てる能力を持ってました。カート・トーマス、遅さとジャンプ力のなさで言ったらヨキッチとかザック・ランドルフといい勝負です。オフェンスではお習字の文鎮みたいなスクリーンセッターで、ミッドレンジジャンパーをまあまあの率で打てるビッグマンでしたが、一番の特徴はビジュアル的にはやっぱりあのクレイジーアイズ。一回子供の時にサインをもらえるぐらいの距離におったんですけど、あの目が怖くて、今度でええわって言って諦めました。で、彼の特徴に戻りますが、コート上では自分より一回りでかい選手相手でもパワー負けしない足腰ですね。ポイントガードコンビのチャーリー・ウォードとクリス・チャイルズ、 NBA で最も平均的な選手って言ったらこの二人の顔がパッと浮かびます。どう転んでもオールスターになれる素質はないけど、安定したやっちゃんっぽいプレーを毎試合しっかりとする選手。二人とも3はちゃんと打てるし、ウォードは特にディフェンスを頑張る。そして案外渋い、相手にとって嫌なシュートを決めれる、ニューヨークに似合ったガッツとメンタリティを持ってるポイントガードコンビでした。そしてさっきも言いましたが、チームの大黒柱パトリック・ユーイング、スラダンやったら赤城か魚住ですね。まずは彼のポストプレー、今ちょっと歩いたって思っても審判が笛を吹けないぐらいの威圧感、そして見かけによらず柔らかいシュートタッチ、もちろんスリーとかではなくミッドレンジだけですけどね。でもなんと言ってもユーイングのナンバーワンスキルはディフェンス。この頼れるアンカーがゴール下におったから90年代のニックスの固いディフェンスは成り立ってたんです。このチームにはクリス・ダドリーもいました。でかかったです。ダンクもされまくってました。独特なフリースローもおもろかったです。これだけのメンバーが集まってたニックスは期待通り東のパワーハウスになり、レギュラーシーズン残り8試合の時点でなんと22勝21敗。あれ、中途半端やな。そうなんです。しかもこの時点ではプレーオフに入れるトップ8に入ってなかった。ニックスはユーイングとスプリーの怪我もありましたし、それ以上に前のシーズンまであったタフでおっかないアイデンティティがなくなってしまってて、それに代わる新しいアイデンティティを探すのに困ってたんです。おまけにスプリーとヒューストンはポジションが被ってたので、監督のジェフ・バンガンディはスプリーを控えとして使ってたんですね。これが原因でスプリーとバンガンディの関係は微妙で、ちょうどこの頃になんで俺が控えやねんってマスコミに不満を訴えたスプリーは罰金を取られてました。バンガンディをチョークしなかっただけマシですけどね。ちょっと大人になった証拠です。それだけでもチームの雰囲気は悪かったのに、このタイミングでバンガンディと揉めてた GM のアーニー・グランフェルドが首というかもっと地位の低いポジションに下げられたんです。逆にバンガンディが首になるっていう噂もずっとあって、ある説によると前の年までブルーズの監督やったフィル・ジャクソンが OK をしてたらバンガンディは即首になってたらしいです。それでもなんとかニックスは意地で最後の8試合中6試合勝ってギリギリ8位としてプレーオフに出場しました。この頃のニックスファンは強いニックスの時代が10年以上続いてて、はっきり言って甘やかされてたので、我々今のニックスファンみたいに鍛え上げられてなかったんですよ。だからクリンチした時、プレーオフに入れることが決まった試合後、試合に勝った直後ですよ、ニックスに対してブーイングやヤジを飛ばしてたホームファンが多かったんです。でもチーム内ではレギュラーシーズンの最後の何試合かでやっとアイデンティティを作れたんちゃうかと案外ポジティブな雰囲気になってました。勝ち始めたっていうのもありますし、あとは監督のジェフ・バンガンディの影響も大きかったです。彼はものすごい負けず嫌いで闘争心が半端ないんですね。今でも解説者としても伝わってきます。それは前の年のプレーオフでニックスがヒートと乱闘になった時に、自分の3倍ぐらいでかい NBA 選手相手でも引き下がらなかったのを見ると分かりますよね。毎朝5時から試合の準備とかゲームテープを見て研究したり、オフィスには枕と布団が置いてあって、選手が彼の健康を心配するぐらい熱心やったんです。そして Us vs. Everybody、 俺たち対みんなっていうメンタリティを選手の中にも刻み込んでたんです。いろんな意味で崖っぷちのニックスに合ってたコーチやったんです。次回の動画ではプレーオフにギリギリ最下位として滑り込んだニューヨークニックスの魔法のようなポストシーズンランについて語りたいと思います。もちろんニックスファンやったっていうのもありますけど、 NBA ファンやったら鳥肌が立つようなシーンがたくさんあったプレーオフやったので、次の動画を見てからでもいいですけど、ぜひ時間があるときに YouTube で検索して見ることをおすすめします。皆さんのこの99年のニックスで一番気に入ってた選手、もしくはまあ最近でもいいですけどニックスで一番気に入ってる選手をコメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広げていきましょう。デハデハ、平和。